ャカルタにある工場をリノベーションした複合施設に来てるんですよね。はい。なんかそれが最近オープンしたってことなんで、張り切って来てみました。はい。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。昔倉庫だったところみたいですね。をリノベーションしてるみたいです。なんかおしゃれですね。はい。おお。あ、結構大きめの施設なんですね。ね。一角がね。はい。へえ。お湯さんもあります。はい。涼しい。いやエントランス。倉庫をね、こういう複合施設にね、改良してますね。あと展示もしてありますね。はい。これ造幣局なんじゃないですか。これ昔お金を吸ってた機械なんじゃないですか。これ昔の造幣局みたいですね。あ、もともと造幣局だったんじゃないですか、この場所が。そう、そういうことですね。いやー、ステージがね、用意されてますね。プロジェクターでね、はい、ですか、何かイベントをやるような感じですね。はい、おしゃれ。おお、自動ドアだ。あ、これはお祈りスペースがあるんですね。食事スペースなのかな。そうですね。はい、これで床に座っても食べれますよ、はい、みたいな。ローカルスタイルが、はい、はい、おしゃれなスーパーにたどり着きました。はい。あ、今インドネシアで流行ってるハイドロカップ、ん、ハイドロって言うんですかね、なんか水で育てるやつですね。レタービューベリー、おしゃれ。あ、はいはい。中に入れない。まだここは回転してないみたいですね。やってます。入ってます。鍵がぶら下がってますね。スナック&
ソースバー。まあでもあっち側にも行ってみましょう。なんか食べたいんですよね。いずれにしても。食べ。あ、さっき通ったところですね。はい。No. In Kasi Rembok Market. For token. Token mural. Yeah. Inside. Yeah. Free token. Free token. Yeah. Inside the market. Yep. At Kasir. Kasia. Kasia. Yeah. Thank you. Kasi. ここでいいのか、クローズって書いてあるの。こだわりって書いてある。こだわり東京スキップジャックステーキです。ステーキ、そうです。美味しいです。あ、すぐには振り回ったお店のような感じするな。あ、野菜、野菜が育てられております。スモーキングランチ。ここタバコ吸うだけの場所なんじゃないですか、もしかして。何もなかったですよ。もしかしてタバコ吸う場所だから、タバコ OK の場所だから、なんか年齢制限とかあったんじゃないですか。そんなことない、全くよくわかんないんですけど。お店がたくさんありますからね、はい。でここ週末の夜とかはね、多分人が集まりそうな雰囲気ですね、はい。若い子が集まりそうな感じですね。東京ですからね、はい。あ、人の名前になってますよ、料理の。ユミって名前とジローですね。あ、そういえばなんか紹介してくれた人がこれジャムって言ってたな。これか、アイスボールメニュー、これか。おー、パスタ。おお。あ、こちらと。
さん、機械室ですか。はい、来ました。ナシゴレンですかね、これ、はい、ナシゴレンセット、ドリンクセットで頼みました。回ってまいりました。なんか工場造幣局なんですかね。そうですね、うん、なんかそういったものを再利用してるっていうところから、すごいおしゃれな感じのカフェがたくさん入ってるっていう印象でした。はい、あのジャカルタに来たらぜひ、行ってみてください。はい、本日は以上となります。これからもインドネシアから、はい、情報を配信していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。はい。